どうも、エイザです。それでは、ファイアーエムブレム、風化雪月、やっていきたいと思います。今回は前回続きですね。白雲の書3月28日、なので、とりあえず話の方やっていこうかなと思います。まあ、メインの話来てすぐ戦闘になるかなというところですね。皆聞け、すでに帝国軍は目前まで迫っている。戦える者は武器を取れ、他の者は急ぎ避難せよ。我らには主の加護がある。恐れることはない、勝利を信じるのだ。準備はできてるか。すぐに準備する。そうしてくれ。分かってるとは思うけど、今の状況は最悪だ。近隣諸侯から援軍は得てるものの、敵は大軍、どう考えても部が悪い。しかも向こうの大将はエーデルガルトだ。彼女の非凡さを侮るんじゃないよ。ようやく来たようだな。今回ばかりは歯ごたえのある戦いになりそうだ。大軍が相手でも僕は絶対に諦めません。最後まであがいてみせます。まったく、こうなる前に一度くらい皇女様を口説いておくべきだったな。きっと主のご加護があるわ。大丈夫よ、みんなで一緒に頑張りましょう。こうなった以上精一杯戦うだけだよね。怖くないって言えば嘘になるけど、王国も大修道院も彼女に渡すわけにはいかない。何としてでも止めてみせます。殿下、ご気分が優れないようですが。気分が悪いだと？何を言っているんだデル。むしろその逆だ。俺はな、今嬉しくて仕方がない。父が、母が、宝友が、あの女の首を、その命を求めている。彼らの声に応えてやれる機会がやっと回ってきたのだからな。そうだね、冷静に戦おう。俺は至って冷静だよ先生。冷静に彼女を殺すことだけを考えている。さあ行こう先生。この命に変えてもあの女の首をへし折ってやる。さあ、準備をしてやっていこうかな。特に、まあある程度装備も揃えてっていう感じにはなりそうだけど、調合が切れてるんだよね。特に承認もないしね。31%か、理学ね。機動力、一人だと機動力考えるとこれの方が全然いいんだけどね。さあセーブしておいていきますか。さあ課題、ガルグマクの戦い。
エーテルガルドを率いる政府軍がガルグマギに向け進行と進軍。その知らせを受け皆はそれぞれ過去を決めると望まざれず戦乱時代の幕が上がろうとしていた。ガルグマグの戦い。さあユニットはどんな感じ。あ、やっぱ外せないのか。これが一番きついんだよな、外せないっていうのがね。兵士はまあこれだけなんだよね。調合役はまあ持ってる。あとは、身支度としてスキルだね。反撃は入れたいのよね。これね入ってる。HP 入れるか悩むんだよな。一旦これでいきますか。さあ開始。あー、レア様もか。報告、敵が城郭内に侵入、防衛線を突破されそうです。大司教様を死なせるわけにはいかん。とにかく援軍が来るまで持ちこたえねばな。さあ持ちこたえるのが重要と。ああやっぱできるだけ移動を重ねてっていう感じはするが、欲魔獣。これいけるか今回。ちょっと早送り気味ではやっていこっかな。多分ディミトリやられる気はするけどね。切り込むか。はあ、そういう攻撃してくるか。習得できたかな。回避の覚醒がついた。援軍もいる。援軍の侵入口を敵に抑えられている模様。東西の砦を奪い返せば援軍を呼び込めるかもしれん。了解。さっきの違うね。で、ここか。ここと、こっちはね。を取ればという感じか。はいな。これ。がだいぶ問題になる気がする。焦らず戦おう。この経験は糧になる。で、
切り込むか。下げる。で、この弓が完全にあの弓だね。三日月の鎌。槍か。耐久性ね。よし、今だ。ああ、倒せるほどではないか。報告、援軍東西の砦を。この子だね。で、ディミトリか。まあレア様ある程度耐えれると信じて。ちょっと恐ろしいけどね。まあやっぱ防御力が低いからか。あ。一番最適かな。槍か。この戦場はうるさすぎる。さあ杉並氏、久しぶりだね。片方の砦は取り返した。これで増えたね。キルソド。騎士系が。ああ、そっか。穴と動けないか。一旦大丈夫と信じて。やられた。これはまずいね。そっち倒すね。いいね。こうなってくると、いや、ちょっと待った。こう来て上から押さえて、どっちみち上に急いでいかないときつい展開など変わりないね。斧、一旦このままにしといて、左側は。となるとあれだね、多分なかなか厳しいか。この策にかける。策か。あー、そっち行くね。だよね、倒しきれないよね。
攻撃届かないか。考え方としてはここだね。待機、でもね、結局突破されたら一緒なんだよな。大修道院を落とされたか。なるほど。左右をどうやって潰すかっていう感じだけど、そもそも焦らず戦おう。ここに近づけさせないっていうのがまず肝だね。報告、援軍の東西の。おい。で、多分弓兵がね、やっぱ当たりよね。ここへ逃げようがという感じだね。あーどうだろう。あーギリ大丈夫っぽい。完全に集中。やっぱそうか。ディミトリだよな、問題はね。これなかなかだね。焦らず戦おう。この経験は糧になる。切り込むか。多分ここどっちみち攻撃受けるからね。完全。はいはい。ひ報告。援軍。はいはい。いないいない。右来とる。左が OK だけど、こうだな。賞賛はあったよ。ゲットしたところでなのよ。倒せると信じて、こっちが明らかに。いい勝負ができたね。きつそうで、機動力なしで。で、こうなってくると。それは任せようかな。いや、こうだ。加減すべきだった。で、かつ動く。いや、最高度がほんとね、あるだけで変わるからね。
徐々に攻めてきたね。お、レア様。あ、レア様耐久力あるね。あの盾が結構不思議な感じはするけどね。まだ大丈夫で、一旦ここだね。あー、そっちかー。まあ4、そうなんだね。カウンターが入らなくなるからね。やべこれが大罪人の末路です。ってなると、これでいいかな。次の一手で確実に終わるかな。多分ね、大きい方はねっていう感じなんだけど、お、倒せば OK か。よしよし、増えてきたね。下がってもらわないと困るんだよね。あ、だよね。やっぱそうだよね。まあこれ賭けやな。いい勝負ができたね。いやー危なかった。レア様やったからよかったけど。いや、ライフ15回復ってなかなかえぐいっすな。で逃げてもらって、大修道院を落とされた。落とされたか。大修、やっぱそっち入られるか。いやーマジか。大修道院を落とされた。いやーマジかい。援軍も減ったけど、急いで戻ったところで間に合わぬ。あーダメか。そうか。状況、敵将の撃破ね。いや、やっべえな。いや、久しぶりに、多分ハードじゃなかったらそうでもなさそうな気はするんだけど。切り込むか。どうして
せー。焦らず戦おう。まあ何をするか分かる人は分かるかもしれないけど、一応強行突破をしてみようかな。受けられて終わる気がするけどね。だよね。敵将落とすっていうところで言うと、なかなかだけどね。私の言動に心を揺り動かされるような人だったらよかったのに。そうしたらあなたを味方につけるために何でもやったわ。さあとりあえず敵将、やっぱそうなるか。これが一番いいか。サンターね。まあ確かにクリアっていうところで言うとあれだけど、攻略したっていう感じはないね。うん、まあいいや。よく戦ったわ。けれどもう終わりよ。温存していた全兵力を投入しなさい。それにおじさまに合図を。あれは、子供たちを皆を頼みましたよ。もう赤き谷の惨劇を繰り返させはしません。
国歴1181年初頭、新アドラステア皇帝エーデルガルト率いる帝国軍がガルグマク大修道院を包囲、多くの犠牲を出しながらもこれを陥落せしめた。時の大司教レアはセイロス騎士団を率いて帝国軍を迎え撃ち、自ら陣頭に立って戦うも混乱の中姿を消す。この一戦を機にアドラステア帝国はファーガス神聖王国並びにレスター諸侯同盟領への侵攻を本格化、フォドラ統一に動き始めたのである。はい、ということで、まあ最後はね強行突破っていう手段取ったけど、まあ、クリアっていうところを目指すんだったら確かになっていう手段だったね。右左、まあ左右どっちから狙っていっても結果自利品になっていくっていうね、主人公が生き延びてもっていうパターンだったんで、まあ仕方ないかといえば仕方ないという感じかな。蒼月の章、精神の節、再会の夜明け。帝国歴1185年、ガルグマク大修道院の陥落からおよそ5年が経過したが、フォドラは未だ混迷の渦中にあった。ファーガス神聖王国は政変によって王都フェルディアが制圧され実質崩壊。レスター諸侯同盟領は反帝国派と新帝国派の対立により分裂の危機に瀕していた。一方、皇帝エーデルガルトが神聖を敷くアドラステア帝国のみは勢力を伸長、帝国によるフォドラ統一の道筋が示されつつあった。いつまで眠っておるのじゃ。お主の体はとうに目覚めておるはず。その目を開き、その足で立つのじゃ。幾度も血の雨が降り、大地は泣いておる。矢が落ち、槍で疲れ、泣いておる。誰かを傷つけねば生きられぬほどに、皆は苦しみの淵に立って泣いておる。そのすべてを飲み込めるのはわし。いや、お主のみよ。誰？はぁー、私のことを忘れたと。いくらお主でもそれは許されんぞ。まあね、ソティスだよね。だってだって甘える時間はしまいじゃ。まったく、いつまでも世話が焼ける。いやー、ソティス元気みたいだね。おい、あんた目が覚めたのか。ここは大修道院の麓の村さ。あんたこんなとこで何してんだ。あんたが川から流れてきたときは驚いたよ。川の上流といやガルグマクだろ。あっこはすっかり錆びれちまったからな。ん？錆びれたってことはそれだけ時が経ってるってことよね。どういうこと？あんた知らねえのか。もうあそこにはセイロス教団はいねえんだ。あれから5年、根強く住んでる連中もいるにはいるが、盗賊が出るようになったって話もある。5年、今は何年？そんな寝てたってこと？主人公はこの5年どうなってたんだってこと？5年、今は何年？今は何年？なあ、あんた大丈夫か？頭でも打ったんじゃねえだろうな。今は1185年の精神の節。大修道院が陥落してからもう5年近くになる。本当なら明日は千年祭の日だったが、それどころじゃねえからな。千年祭の時まで来たか。だけど
この戦争ばかりのご時世、それに大司教様も行方知れずとくりゃ、この世の誰だって祝福なんて気持ちにはなれんだろうさ。で、おい、あんたどこに行く気だ。大修道院だね。そう、青年祭の時にっていう約束をね。正気か？盗賊が出るって噂があんだぞ。他にも物騒な話を聞くし、最近じゃ調査に入った帝国の部隊が何者かに襲われて全滅したって話だ。悪いことは言わねえ。大修道院に行くのはやめとけ。俺止めたからな。死んでも知らねえぞ。生徒たちが待っている。生徒だ？あそこには子供なんてほとんどいねえよ。バカかあんた。おい、まったく本気かよ。お前まで俺の前に現れるのか。お前たちはどこまで俺を追いかけてくる。あの女は必ず殺してやる。必ずだ。だからその顔で俺の前に立つな。何の橋？ああ、大丈夫。ならば、貴様も帝国の犬か。俺を殺すために来たのか。答えろ。違う。まあでも助かってたね。無事でよかった。ああ。この5年何を？死んでいたようなものだ。死んでいた。そんなことを聞いて何になる。それよりも今は気づかないのか。鼻をつく薄汚いネズミの匂いに、ここにも人のいた痕跡がある。大方宝物に釣られて湧いた族だろう。大修道院が陥落して以来、この辺りの秩序は無に帰した。お前もここに来るまでにガルグマクの街の様子を見たはずだ。卑劣な族がはびこり、勝手な略奪を続けている。殺さねばならない。一匹残らず。行くぞ。奴らの巣を探す。行く。巣を叩き、皆殺しにする。殺すまでは。殺す。どこかで誰かが立たねばならない。強者が弱者を踏みにじる。負の連鎖を。ああ、それともお前も奴らの行いを肯定しようというのか。略奪と殺戮を正当化する人の皮をかぶった畜生どもの行いを許さない。殺さねばならない。奪われた者と同じ痛みを味合わせてやる。たとえ同じ畜生に落ちたとしても、俺は
彼らにそう誓った。敵の数は？さあな、そんなことはどうでもいい。殺すべきを殺すだけだ。そうか、ご苦労だったな。やはり大修道院か。行くぞ。はっ。殿下、今お迎えに上がります。ファーガス神聖王国は政変によって新帝国派のコルネリアが王都フェルディアを含む旧王家ブレーダッド領の全てを制圧。王子ディミトリは処断され、旧王国の残存勢力はフラルダリウス家、ゴーティエ家を中心にかろうじて抵抗を続けている。王宮によるコルネリアは帝国の支援を受けて軍を再編、残存勢力の掃討を進めていた。レスター諸侯同盟領ではリーガン家を筆頭とする反帝国派とグロスタール家を筆頭とする新帝国派の諸侯が衝突。分裂の危機に瀕しながらも新盟主クロードの手腕によってかろうじて同盟の体裁を保ち続けている。一方、アドラステア帝国では帝都アンバルにおいて皇帝エーデルガルトが体制の強化を推し進めるとともに王国の政変に干渉して勢力を伸長、旧王国諸侯を次々と傘下に組み入れながらフォドラ西部の制圧を進めていた。そんな中でセイロス騎士団は消息を絶った大司教レアを捜索するため各地に離散。崩落したまま放置されたガルグマク大修道院は盗賊の住処と化していた。血とドブの匂いがする。巣に行き当たったようだな。おやおや、侵入者のようですね。私の商品を守りなさい。さあ、二人で行くみたいだね。ネズミ狩りと行こうか。一匹たりとも逃すなよ。さあ、4レベルがちょびっと上がるぐらいなんだね。従う。持ち物は剣。槍じゃないんだ、剣なんだ。おー、戦場を広く見なくて。音楽も変わったね。彼らの死を無駄にはしない。あ、ミスった。ハイロードになったね。狙い通りに進められているね。さあ、銀の剣ゲット。まあ、回避させて主人公にやらせますか。これで戦況が動く。よし、勝て。まあ、カウンターをね、全部いけるね。お、聖なる弓は助かるな。狙い通りに進められているね。どう？まあ、レベル差やな。ギルベルトが来た。5年ぶりに来た大修道院が。おお、ハッシュ。まさかこんなことになってるなんて。めっちゃかっこいいじゃん。あらあら、先生たち久しぶり。やっぱり生きていたのね。
全然見た目違うね。ここからは私たちも手伝います。盗賊を退治すればいいんですよね。なぜここに。ですね、ただね、それをされるとね非常にね困った事態になったね。任せてちょうだい。そうか、レベル2だよね。レベル2だよね。全力を尽くしますね。いや、これはこれで辛いな。ふぅだよね。全員死んでいく。あー、そうなってくると、そうなってくるとだよ。戦場を広く見なくては。これで戦況が動く。さあ、状況を変えていこう。まあ、いざとなればね。ここで終わるか。はあ。ここで。ああ、やっぱ弓か。怪物は滅ぼされる。俺には似合いの結末だな。いやギルベルトさんたち来ましたか。先に上だな。あーはー、これ積んだね。どっちみち積んでる。やはり上か、先に取るべきは。戦場を広く見なくて。よし、勝てたね。やっぱ避けれるかどうかがね、主人公がね、確率になってくるけど。一番いい確率を引いてますな。よし、でギルベルトたちが安心して来れる。彼らの死を無駄にはしない。で、次下だね。まだ動いたらダメ。でこっちが動き始めて、全力を尽くしますね。皆を導かなくて。引き付け OK で、多分ターンに合わせてくる感じなんだよな、この
感じはね。任せてちょうだい。任せてください。みんな見た目がだいぶ変わったね。さあレベルアップ。できるだけ弓にしといて次だよね。次を整えておきたいっていうのが強いから。いやーそっか、5年経つからこうみんな見た目がバラバラだったんだね。いろいろとね、いろんな人がやっぱ Twitter とか載せるから見るんだけど、見た目があれっていうところとかさ、アプリとかもやっとくとやっぱあるからさ。よし、勝てたね。この言ってる。さあ来た。シルバンたちが来たね。彼らの死を無駄にはしない。一旦鍵は閉まっておい、ここだったら全員来るね。さあ逃げ込む。北と南が手薄だ。二手に分かれて食い破れ。さて、こう動くしかない。これで一旦、いやこれは待機だ。よし勝てたね。魔封じの盾、へえ、金塊。いやあ、散々指で攻撃してきやがって。いやあ、下はいない。そしたら経験値ちょっとゲッチュして。そうするしかないからね。皆を導かなくても彼らの死を無駄にはしない。戦場を広く見なくても、皆を導かなくても反撃食らったらもう終わり状況的にはね。彼らの死を無駄にしない。さあ、カウンター
部屋壊さなくて大丈夫。いや34でこれだよ。開けれるんかい開けれるのか、それいいね、超便利じゃん。あー、そういう風に来るか。そうなってくると、僕が結構つらいね。戦場を広く見なくても、ダメか、毒強えな。槍が微妙だ。いや、先に毒だな。進められているね。この策にかける。皆を導かなくて。なるべくね、カウンターはされないように。よし、勝てたね。これさあ、て上いやー、マジで。ああ、妖刀。これで戦況が動く。彼らの死を無駄にはしない。妖刀アシュラ、必殺が高い、戦闘後自分に5ダメージ。あー、モロハか、ダメージは高いけど。皆を導かなくても。こんだけアイテム取ったらどっちが強盗かね。どっちが野党か分かんないよね。分かんないよね。彼らの死を無駄にはしない。ウコンバサ、お宝もこれで終わりかな。1、3、4、 OK。最高やね。さあ、鉄の剣。私は違うんだ。やるしかねえか。さ
さあバジャルと撃破。いやー大変やった身代わりを用意していて助かりましたね。具が悪いようですし退散しますか。おい、まさか逃がすつもりはないだろ。そうだね、逃がすつもりはないね。ここまで来たらね。これで戦況が動く。我らの死を無駄にはしない。さあ、今度こそ。あなたを捕まえて売れば儲かりそうなんですがね。速さの腕は速さが上昇。楽して稼げると思ったんですが向いてませんでしたかねえ。さあステージクリア。やっと前回のに続いて、まあちょっと連戦だったから仕方ないけど。いやー殿下、先生、本当にお二人が無事でよかった。なぜお前たちがこんなところにいる。忘れてしまったんですか。5年前のあの日約束したじゃないですか。みんなでまた集まりたいって言ったのは意味取りじゃないの。あの時のことを覚えていたから殿下も先生もここに来たんですよね。殿下、私はあなたの消息を追いようやくここにたどり着きました。殿下などと呼ぶな。俺は一度死んだ人間だ。もう王子でも何でもない。死んだ？死んだことになってる。あくまでもそう布告されただけの話です。こうして殿下は生きていらっしゃったではありませんか。それにしてもなぜあの堅牢なフェルディアの牢をどうやって。ドゥドゥだ。おお、ドゥドゥいない。ドゥドゥは、あいつは死んだ。俺の代わりにな。そうでしたか。なればこそその忠義に報いねばなりますまい。殿下、横領に続いてローベ家をはじめとした王国西部の領主は帝国への心中を表明。コルネリアを筆頭とする反逆者たちは横領をファーガス公国などと戦勝し、フェルディアを本拠として今なお東部への侵略を続けているのです。反逆者コルネリア、はあ、なんかいろいろ情報がさまあいいや。反逆者、詳しい経緯はおいおいご説明しましょう。まだ王国の領主全てが帝国に着いたってわけじゃない。うちの家やフェリクスんとこみたいにしぶとく抵抗してる家もあるしな。殿下、再び我らと共に戦いましょう。今我々が何よりも必要としているのは兵でも金や市長でもございません。ファーガスの正当なる継承者が帝国を打倒し王国を取り戻す、その大義名分が必要なのです。民を従え、兵を震わせるに足る戦うための理由が。まだやれることがある。そうか、お前たちも奴らとは戦わねばならないと思っているんだな。あの女を、帝国を許してはおけないと。皆殺しにしなければならないと。皆殺し？別にそこまで過激なことは言ってないかも。あなたには尋ねたいこともあります。ひとまず修道院に入り、そこでゆっくりとお聞きしましょうか。
5年の間瓦礫の下で生き続けていたとは。不思議なこともあるものです。お聞きしたいことはつきませんが、今はこれくらいにしておきましょうか。レア武士、セイロス騎士団はレアだね。5年前のあの日、帝国軍との戦いの中でレア様は行方知れずとなりました。それ以来騎士団はレア様を、そしてあなたの行方を探し続けてきましたが、今のところ有力な手がかりは得られていないと聞いています。帝国から何の声明もない以上、撃たれたとは考えにくいのですが、しかし、いえ、とにかくあなたが生きていたと伝えればすぐに皆大修道院へと集うことでしょう。王国では何が。5年前あの戦いの後、フェルディアである事件が起きました。摂政を務めていたリュファス様が何者かに殺害されたのです。私はかつて騎士として王家に仕えた身、騎士団を辞し王国へと帰参しました。ですが、何をバカなことを。リュファス様を殺したのが殿下だと。ええ、警護をかいくぐりあんな殺し方ができるのは殿下くらいではなくて。殿下にとってリュファス様は実の王子、肉親を殺すような真似などあの方には。でも昔から仲がよろしくなかったでしょ。古い臣下の間では有名な話ですわよね。もともとリュファス様にはダスカーの悲劇に関与していたという噂もありましたわ。何らかの確信を得た殿下が怒りのままに殺してしまったのかもしれない。まあ今となっては何もかもどうでもよいことですけれど。コルネリア、貴様まさか。殿下の斬首はすでに決まりました。刑の執行はあさって。この日をもって王家の血統は途絶える。指をくわえてみてろ、オイボレ。お前が愛し仕えた国の最後な。それから間もなく刑の執行が宣布されました。殿下の死により王家ブレーダッドの血は排除されることとなり、その後のコルネリアの動きは先ほど説明した通りです。処刑の様子や遺体が秘匿されたことから殿下の生存を信じ続ける者もいましたが、私があの方の生存を考え始めたのは3年前ある噂を耳にした時でした。噂。帝国軍小隊への前触れなき襲撃、王国内での相次ぐ帝国将官の惨殺事件、その手口はどれも残忍で凄惨、人の手による殺しとは思えぬものばかりなどと、それらの噂を追い各地を捜索するうち、考えは確信に変わりました。そして殿下のもとにたどり着いてしまったのです。あの方は深い憎悪と孤独の中に身を置きすぎたのでしょうね。私は殿下と話をしてきます。少し長くなるかもしれません。まともに話せる状態であれば良いのですが、我々の言葉などをきっと…あ、いえ、あなたもお疲れでしょう。今のうちに休息を取っておくべきかと。
はい、ということで今回ちょっとだいぶ長くなったね。まあだいぶショートカットもしたりとかしようかなと思うけど、いやーここに来てめちゃくちゃ大変。まあ5年後飛んでっていうところなんだろうけど、そうだね、できるだけクリアを目指しつつ殲滅できるとか殲滅しつつで綺麗に分けていかないとこれから一人は辛そうだね。さっきみたいに援助が来てそれがそれを守りつつってなるとね、まあ、まあ2つ目の鬼門な気がするな。1つ目はジェラルドのとこだったんだけど、2つ目はここが連続してちゃんと味方を守りきれるかどうかっていうところだったけど、まあなんとかなったね。まあ回避を上げてできるだけ主人公を強くするとかね、レベルでどうにもならないところまで来てるから、そろそろ武器の強化ももう一段階上げていこうかな。いやー疲れた。いや収録2時間やからねこれね。カットしまくってどんくらい短くなるかな。まあ1時間切りたいね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。まあ無事第2部入れたんで、こっからそうだね、それぞれの変化が見られるんじゃないかと思います。まあ次回もね、楽しみにしていただければと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。